渡辺美穂と INI の木村雅也が W 主演を務める映画、私のが11月8日に公開することが決定。合わせて、本作の主題歌をグローバルボーイズグループ、INI が担当することも解禁され、予告編と本ポスターが公開された。渡辺美穂&木村雅也 W 主演映画、私の本予告&ポスター解禁。この度、主人公、関川亜子子、演じる日向坂46の元メンバーで卒業後は女優として活躍をしている渡辺がナレーションを務めた予告編が解禁。本作品の本編映像が初めてお披露目となった。学校一の王子様、ナオミ、木村、に一目惚れした、アココの頭の中はナオミへの、大好き、でいっぱいだが、横を見ると親友、谷口美月、斎藤なぎさ、も全く同じ目をしていた。絶対にナオミと付き合いたいアココは、先手必勝と告白するも、あっさり振られてしまう。しかし、アココは諦めずあらゆる、モテテク、を使い再び勝負を仕掛け続けるが、なんと美月も負けじと応戦。恋愛か、友情か、ついに決心したアココと美月の恋の勝負の行方は。そして、二人が流す涙の理由とは、さらに予告の最後にある胸キュンシーンの続きは、恋をしている、したい全人類に送る、アココの、最高に前向きな青春、が詰まった予告編となっている。同じく解禁されたポスターでは、運命の恋を、私の、にするために、ファイティングポーズを取る、アココ VS 美月の二人がコミカル&キュートに書かれている。INI、映画私の、主題歌担当本作の主題歌のために特別に書き下ろされた新曲、ブレイクオブドーンについて、INI は、楽曲名は、夜明け、という意味があります。どんなに辛いことや悲しいことがあっても必ず明日はやってきますが、そんな時に明日も会いたい、と思えるような人の存在は前向きな希望になると思いますと楽曲へ込められた思いを語っており、何度振られても、大好きな人にまっすぐに突き進むアココの感情にぴったりな主題歌となっている。渡辺美穂&木村雅也 W 主演、私の、ヒロイン失格、先生君主など数々のヒットラブコメ漫画を生み出してきた、幸田桃子による別冊マーガレットにて2017年から18年に連載していた、私の集英社マーガレットコミックスデジタル館、がギャガ配給にて実写映画化。明るくて嘘がつけず、自分の気持ちにまっすぐ突き進むアココ演じる渡辺ともう一人の主人公のナオミ演じる木村は、映画初出演にして W 主演、そして初共演。さらに、アココの大親友であり、ナオミをめぐる最大の恋のライバル美月には、昨年アイドルグループイコールラブから卒業し、話題作への出演が続く斎藤。ナオミの親友で、アココたちの良き相談相手となるイケメンクール男子、成田青は、今注目の MLK のメンバーで今後も数々の大企画が控え、ネクストブレイク俳優として注目を集めている山中重太郎が演じている。監督は本作が長編映画初監督となる横堀光則が務め、まさに今旬のフレッシュなキャスト&スタッフが集結した。正直で嘘がつけず思ったことはすぐに伝えてしまうド直球で生きてきたアココと、心の奥を見せられない小学生からの大親友、美月。高2の新学期初日、学校一の人気を誇る一つ年上の先輩、ナオミがまさかの留年により二人の同学年に降臨。即一目惚れしたアココと、好きではないと言いながら怪しい動きをする美月。これは、負けられない恋の戦いの始まりなのか。INI コメント。この度、僕たち INI が映画、私のの主題歌を担当させていただくことになりました。ありがとうございます。楽曲名の、ブレイクオブドーンは夜明けという意味があります。どんなに辛いことや悲しいことがあっても必ず明日はやってきますが、そんな時に明日も会いたい、と思えるような人の存在は前向きな希望になると思います。疾走感のあるシンセの中ディスイズザラブとストレートに、人とのつながりの素晴らしさを歌った、人間愛あふれるポップソングです。劇場でたくさんの人に聴いていただけると嬉しいです。
ストーリーまっすぐで素直すぎる性格で、思ったことは即意気道、自分にも他人にも嘘がつけないアココ。アココの隣には、小三からの親友、美月がいつもいた。新学期、初登校の日、全女子の学校に行く原動力、学校一の超人気者、ナオミが、まさかの留年により二人の同学年に降臨。ナオミに一目惚れしたアココは、ド直球なアプローチを開始。美月は、かっこいいと思うけど恋愛って感じじゃないと好きではないと断言するものの、美月の怪しい動きを察知するアココ、先手必勝と、ナオミに告白するアココだが彼女作る気ないからとあっけなく振られてしまう。落ち込むアココだが、ナオミの親友、成田からナオミが彼女を作らない理由を聞き彼を好きでい続けることを決意。一方で、美月もナオミに近づき始める、